そのうち、おいしそう。忍者の鎧だ。伊賀流忍者解散。もう落ちたんだよ。け、木造の鎖片びら。本当かな。すごい。伊賀流忍者戦闘服って。滝入口。オオサンショウウオもいるみたいですね。すごいすごい。結構ね、清流いい感じで、いい感じの水の流れですね。台風で甚大な被害。道滝、千住滝、赤目五瀑、おお、岩窟滝、へえ、これ綺麗だね。これどこ？布引、あ、これか。30分。これは500円。記念メダル。参照教室。ほぼ参照。どこにいる？これか。こっちは、あ、中国山椒、高雑種だって。こっちは京都もね、オオサンショウウオいるんですよね。でもやっぱりここと一緒で、交雑種
中国山椒魚とね交雑種が多いみたい。こうやって川の上から見てるとね、たまに見えたりしますよね。おー、すごい。もうこれでも十分綺麗。ここに1個目の滝がある。アカメウシ。遠のオズヌがこの地に来た折に滝に向かって行を収めると不動明王が牛に向かって牛に乗って出現。その牛の目が赤かったのでこの地を赤目と名付けた。そしてお堂を建て不動明王を祀ったのが今の不動院。赤目牛を。ああ、これ赤いんだね。これが1個目の滝。次の次ね、大きい滝がありますね。おーおーおーおお、すごい。左側通行で、あ、こっから急だ。結構急だね。山登りじゃん。いや、キノコ生えてる。おお、すごい。なかなかすごいですね。
すごいな地形が。切り立つ岩とね、透明滝これのこと乙女滝って、この辺綺麗。綺麗だね。大日滝あの上、あの上が大日滝だって。この辺から見た方が分かりやすいのか。岩がすごいね、岩ゴロゴロ。ちょっとね、地上岩みんなどこまで行ってんだろう。皆さんね、結構奥まで行くんですかね、皆さんね。
ちなんか道があるね。トレッキング？あ、あっち側上がっていくのか。千住、千住滝。このおばあちゃん、ここまで上がってくるの？ゴマの靴？あ、本当はゴマの靴。へえ。こんなとこにあるの。すごいすごい、ホコラーだ。ちょっとね、お参りだけね、しておきましょうね。八大竜王とか、いろいろ書いてあるよ。布引きの滝が見えるっていう。まあ今日はもうここまでだね。これもすごいよね。いや、いいじゃない、なかなかね。
もすごい綺麗だね。さあさあ戻りますかね。冬季はね3時半、15時半でねこの辺で折り返すようになんか看板出てました。いやすごいね、自然、大自然、大自然の。あ、気持ちいいね。さあ今ねやっと見えてきました。これすごいオオサンショウウオですよ。すごいでかいね。1メーター級のじゃないかな、これぐらい。そんなすごい。320。65歳前後すごいね。ちょっと今日はねもうここまでで戻ってきましたけどね、ずっと奥まで行こうと思ったらまだまだあとだからあと5、60分、一番奥まで行こうと思ったら1時間半から2時間ぐらい片道かかるのかな。朝来ないとあれですね、奥まではなかなか行けないですね。午前中に入らないと。さあ今ねアカメ48滝ね、まあ大きいアカメ5泊のうちの3泊しかちょっとね時間的にも見れなかったんであれですけどね、まあまあ満足ですね。まあまあここはね有名なんでね、滝としてはね有名な場所なんで前から行ってみたいなと思ってはいたんですけど、なかなかね来る機会がなかったんで、どうしてもちょっとね山の中にありますからね。わざわざ来るにはちょっとね、まあ滝だけなんでねと思ってたんですけど、まあまあ歩きやすいようにねちゃんと整備されてますし、すごくいい場所ですね。ということでね、まあまあぼちぼちねゆっくり帰りたいと思います。京都まで1時間ね47分って出てますね。まあまあそこそこね距離がありますんでね、まあそれではね皆さんご視聴いただきましてありがとうございます。またね動画よろしくお願いします。それでは失礼します。